はい、こんにちは、116インズです。今日はですね、もう一本短めの動画を上げようと思っておりまして、でそれがですね、ベテラン選手2人がどうも MLB 復帰を目指しているらしいっていうニュースが出てきましたんで、まあ、ちょっとそれについて軽く話したいなと思いましたんで、まあ、もう一本ですね、今日動画作っていきたいなと思っております。でそのベテラン選手2人っていうのが、バートロ・コローンとそれからケイロットことフランシスコ・ロドリゲスなんですね。で仮に MLB 復帰となれば、コローンは2年ぶりで、ケイロットに至っては3年ぶりということで、まあ、結構久々のメジャーリーグってことになるんですね。まあ、コローンについてはまだ野球を続けているって話はどこかで聞いた記憶があるんですけれども、ケイロットに関してはほとんど話を聞いていなかったんで、まあ、まさかの今日 MLB 復帰を目指しているってニュースが出てきて、おおマジかと思ったんですけれども、じゃあなんでこんなニュースが降って湧いてきたのかってところを考えてみたところ、まあ、おそらく今季はロースターが拡大される見込みが今かなり強いので、まあ、そういった状況であれば、まあ、こういったちょっとメジャーから離れてしまったベテラン選手でも、まあ、チャンスがあるんじゃないかってところを考えての、まあ、MLB 復帰を目指しているっていうニュースなのかなと思いました。MLB のチームとしても、やっぱりマイナーリーガーに近いような選手を、まあ、無理やりメジャーに上げるよりかは、まあ、ある程度メジャーでの実績がある選手の方が、まあ、使ってみる価値はあるんじゃないかって判断する可能性も、まあ、なくはないと思いますので、まあ、そういった需要を狙ってるのかなと思いましたね。で、まずはコローンの方から見ていきましょう。コローンはですね、現在47歳の、まあ、通算247勝を挙げている先発投手なんですけれども、47歳でまだ現役を続ける意思があるっていうのもすごい話なんですけれども、本人は一応メッツに戻りたいっていうところが、まあ、一番の希望みたいですね。本人曰く、まあ、メッツのファンがすごい好きみたいでして、特にコローンって打席に立った時、まあ、すごいバッティングがあまり上手い選手ではないので、まあ、スイングするとこうヘルメットが飛んでいくんですね。でその姿をすごいファンが楽しんでくれる様子を、まあ、見て、まあ、コローンもすごいメッツのファンが好きになったみたいな話があるみたいなんですけども、まあ、そういうこともあって、まあ、コローンとしては、まあ、一番ならメッツに戻りたいと。ただ実際にはまあ投げられるのはどこでもいいっていう話はしているみたいですね。で仮にどこかの球団が獲得するとしたら、まあ、先発のデプス要員としての獲得となると思うんですけれども、まあ、ただ17年18年と、まあ、ブレイブス、ツインズ、そしてレンジャースで、まあ、先発として主にプレーしていたんですけれども、まあ、正直ですね、あまり成績が良かったとは言えないですね。まあ、防御率もまあ5点台6点台と、まあ、かなり打ち込まれていましたので、まあ、ちょっと厳しいかなという印象はありますね。ただ今季は仮に開幕したとしてもかなり過密日程になることが予想されますし、まあ、どのチームも先発は1人でも多く用意しておきたいっていう気持ちはきっとあると思いますので、まあ、もしかしたらですね、コローンどこかと契約するっていう展開もあるかもしれませんね。まあ、本人が希望しているメッツも、まあ、現状先発ローテーションは、まあ、ノア・シンダーガードが怪我で今季は出場できない見込みですので、まあ、デグロム、ストローマン、ポーセロってあたりは、まあ、確定だとしても、まあ、後ろのローテーション2枠っていうところは、まあ、まだまだこう未定の部分も多いと思いますので、まあ、もしかしたらメッツに戻るっていう展開も十分あり得るのかなと思いますね。でもう一人フランシスコ・ロドリゲスですね。こちらは現在38歳で通算437セーブを挙げている、まあ、リリーフピッチャーなんですけれども、まあ、ケイロットってまだ38歳なんだなって思いましたね。むしろそれもそのはずで、ケイロットはデビューが2002年20歳の時で、まあ、かなり早かったんですね。そういうこともあってまだ年齢は38歳ということになるんですが、まあ、やっぱり彼の全盛期、まあ、20代前半の時期っていうのは、まあ、本当にすごいピッチャーで、で、まあ、クローザーとして大活躍しましたし、まあ、なんならシーズン最多セーブ記録を保持しているのがケイロットなんですけれども、本当にまあ21世紀を代表するクローザーの一人だと思いますし、また彼の愛称であるケイロットっていうのは、まあ、三振をたくさん取るから、まあ、三振の K から取って、まあ、ケイロットっていう名前になってるんですけれども、まあ、それぐらいですね、本当に圧倒的なクローザーだったんですね。ただ早熟型だったがゆえに、まあ、どうしてもですね、年齢を重ねてからは若い時のようなこう圧倒的なピッチングっていうのはできなくなってしまいまして、まあ、14年15年はまあちょっと復活してオールスターにも選ばれたんですけれども、最後にメジャーで出場した2017年は、まあ、防御率も7点台と、まあ、彼の本来のピッチングからは程遠いような姿でしたね。でケイロットがなんでこのタイミングで復帰を狙っているのかと言いますと、どうもですね、リー・スミスのセーブ数を抜きたいという意思があるみたいなんですね。まあ、ケイロットは現在通算437セーブ で、あと41セーブでリー・スミスのセーブ数を抜くことができるんですけれども、まあ、そうすると、まあ、おそらくケイロット、まあ、殿堂入りの可能性というところもかなり高くなりますので、まあ、そういった意図もあるんじゃないかというふうに言われてますね。ただ17年の感じだとちょっともうケイロット厳しいかなっていうのが正直思ってしまいますね。
まあ、私自身ケイロットというピッチャーは、まあ、マリナーズファンとして、まあ、彼がエンゼルスのクローザーの時から、まあ、ずっと見てるわけですし、まあ、彼の独特なフォームっていうのも、まあ、すごい好きではあるんですけれども、まあ、ただやっぱりね、17年の感じを見てしまうと、まあ、ちょっともう厳しいのかなって思ってしまうのが、まあ、正直なところですね。ただ先ほどのコロンの時もそうでしたけれども、まあ、今季はですね、どの球団もまあピッチャーのデプスっていうところは用意したいと思っていることでしょうし、ぜひですね、どこかの球団と契約して、まあ、もう一花咲かせてほしいなと思いますね。ということで短いですがここまでにしたいと思います。まあ、2人のベテラン選手の挑戦がどうなるかっていうところも注目して見ていきたいですね。また今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、まあ、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。